やってきました快速三重号は、こんなに快適な車内のですね、座席、転換クロスシートに揺られることができます。なんか水筒を置くのにちょうどいいスペースもありましたね。松阪駅を出発、次の目的地は伊勢です。一応ですね、駅としては伊勢市駅ですね。まあ、この辺りはですね、近鉄と完全に競合区間なんですけれども、まあ近鉄の方がシェアは大きそうですけれども、ただ JR もなかなか負けてはいません。一応こちらの快速三重号、私はですね、今追加料金かからず、まあ、乗車券のみで乗ることができる自由席に乗っているんですけれども、指定席もあるようです。指定席はですね、まあ、指定料金かかるんですけれども、まあ、ゆったりと確実に座ることができます。あ、これは滝駅ですね。この駅で紀勢線と三宮線が分かれていきます。駅前にはですね、山崎ショップ、デイリー山崎じゃないんだ、翌朝使うかもしれないので一応チェックします。まあ、結果論使わなかったんですけれども、さてもうちょっとこのですね、三宮線を揺られて、そしてですね、伊勢市駅に到着です。いや、ここに来るとなんか、おお、まもなくお伊勢参りかと、ちょっと明るい気持ちになるものです。お伊勢参りはですね、大昔の方々にとってはもう縁起の良いもの、どれだけこう力を入れてでも絶対にやっておきたいようなこと、もう犬をですね、わざわざ伊勢まで参らせるほど、それほどですね、重要なイベントだったわけです。さて駅前はですね、下空参道、こんな感じで道が続いていきます。魅力的なお土産屋さんもありまして、あ、こちらはですね、伊賀焼き、そしてですね、左にありますのはこれ萬古焼きですね。こちらはですね、ご褒美、東海オンエアではですね、これまでに何回か登場しているお酒のお店、こちらはですね、旅行の旅三重編で登場したあのビールをですね、こう飲み比べするお店ですね。そして登場しますのが、こちらも旅行の旅三重編で登場した豚捨てです。豚を捨てるお店っていう名前なんですけれども、こちらのお店の豚肉のグルメは絶品です。こちらはですね、串カツ美味しかったですね。虫さんがなんかマックの味がするって言ってたんですけれども、なんかわからなくもないですけれども、ただ単純に美味しい串カツだったなと思います。さて下空に到着です。この宇治橋を通るといよいよですね、神聖な空間へと入ってまいります。ここでは左側通行、左側を通っていきましょう。この橋を渡ると急激に神聖な空間、これからですね、お伊勢参りが始まります。まあ、やはりですね、お伊勢参りですので、いつも以上に丁寧に手を清めまして、いよいよ鳥居をくぐり、本格的にお伊勢参りスタートです。セミの鳴き声、そしてですね、この木々に囲まれた参道、いやー、なんていうかな、こう心が洗われるような、そんな感じがします。2000年以上の歴史を誇る、長い歴史を誇る伊勢神宮、とても神聖な空間でして、参拝するスポットはたくさんあります。有名なのはですね、おみくじがないということなんですけれども、まあ、おみくじが必要ないということなんですね。まあ、要するに伊勢神宮にさえもう出ることができればみんな大吉、そういうわけです。さてまずはですね、将軍に行く前にこの辺りのですね、鷹の宮、風の宮とか、その辺りをですね、参拝していこうかなというわけです。こちらはですね、別宮の鷹の宮だそうです。鷹の宮こちらですね、豊受けの大御神の荒御霊をお祭りするところだそうです。まあ、それだけ言われてもちょっとパッと思いつくわけではないんですけれども、ただ間違いなくこちらのですね、鷹の宮、参拝しておいた方が良いでしょう。こちらはですね、風の宮、風の神をですね、お祭りしているそうです。鎌倉時代の元寇の時、この風の宮の神風によって日本はお守りされたという、なかなかすごいところです。さてこちらはですね、土の宮だそうです。
まあ、普段私がですね歩いている大地、こちらの土の宮は大土の御親の神を祀る別宮だそうで、外宮創建後は旧域の地主の神としてお祀りされているそうです。こちらもですね参拝します。まあ残念ながらですね、正宮、まあ、一応メインのところですね、こちらはですねやはり神聖な空間ということで撮影ができませんので、まあ、今回はですね紹介は割愛させていただきますが、一応あちらの方ですね、あちらがメインの正宮、伊勢に来たからにはですね、まあ、ていうかもうわざわざこの正宮に詣でるために日本全国から多くの方々が本当に大昔からやってきています。隣の古殿地をちょっと眺めることにいたしましょう。こちらですね、まあ、正宮はですねあまりにも神聖な空間の中でも特に位が高いので、まあ、残念ながら今回映せなかったんですけれども、てか絶対に撮影はできないところなんですけれども、まあ、せめてこの隣の古殿地、まあ、こちらはですね映しておこうと考えたわけです。参拝もできたことだし、今後のですね日本縦断旅行の安全を祈願し、まあ明日もですね一応内宮の参拝もあるんですけれども、一旦ですね私はちょっと生まれ変わったような気分になりました。ただちょっと疲れたのでこちらの仙宮館の休憩所にて休憩を取ります。まあ、この後まだまだ工程はありますから、ここでですね体力を復活させようと思ったわけです。この休憩所もなかなかこんな感じのロケーションで伊勢神宮らしさ存分に含まれています。ちなみにですね内宮に行く場合はあちらのバスを利用します。2両編成なんですね。やっぱり内宮への需要は大きいものです。列車出発までちょっと時間があったので、この辺りをフラフラしつつ時間を潰します。そしてですね駅にはこんなものを発見。2022年の夏伊勢での思い出。まあ短い滞在ではあったんですけれども、自然いっぱいでとにかく涼しかったと。まあ良かったですね、やはり伊勢。2022年の夏もですね、とても暑い夏だったので、まあ伊勢神宮のような緑あふれるところで、まあ涼を取りたかったと、まあ、そして取ることができたと。非常にいい時間を迎えることができました。さて、こちらのですね、三宮線、普通列車の鳥羽行きに乗車します。次の目的地は鳥羽です。まあ、一応ですね、参考までに、こういったですね、列車、開けるボタン、閉めるボタンが設定されていて、ボタンを押さないと一向にドアは開けません。まあ、なのでですね、まあ、自動的にドアっていうかな、なんかこれといってボタンとかを押さなくても、勝手にドアが開くような、そういったですね、都心部に住む方々は注意が必要ですね。あとこれも注意。締め切り中、まあ、要するにですね、ボタンを押そうが、まあ、ドアが開くまで待ってようが絶対に開かないドアが設定されていることもあります。地方を旅行に行かれる方はですね、まあ、特にこういった文化、電車文化っていうかなの流れに慣れていない方々は注意を払う必要があると私は考えます。この辺りはですね牡蠣の養殖なんかが盛んですね。一応この後迎えます鳥羽なんかは、まあ、牡蠣ですとかあとはサザエとかですかね、こういったですね海鮮類を食べることができるスポットがたくさんあります。まあ、後ほど紹介させていただきますね。さて鳥羽駅に到着です。あ、ドア開かなかったようですねここは。まあこういうですね注意点もあるというわけですね。うっかりしてしまいました。鳥羽駅に到着。鳥羽駅もですね、まあ、近鉄そして JR 両方ともあります。私はですね今回青春18切符を使っておりますので、まあ、JR を使っているというわけですね。あ、やっぱりこちら私が先ほど降りようとしたドアなんですけれども締め切りでした。終点なのに締め切りドアが設定されてるってなんか変ですね。さて鳥羽駅の建物内にありますカモメテラス鳥羽にてですね近鉄特急島風号を眺めつつ、そしてですね鳥羽の町にちょっと雨が降ってきたら困るなぁと、そんなことを考えながら私は晩ご飯を早めにいただきます。やっぱりですね鳥羽エリアお宿は豊富です。
ホテルも温泉宿もあります。まあ、そういったところに泊まるお金は到底ない私は、こちらで伊勢うどん鳥羽で食うんかっていう、なんかそんな気はするんですけれども、まあ、この辺りでですね、安くて、そしてですね、晩ご飯になり得るものがですね、これぐらいしかなかったので、仕方ないんですけれども、このですね、柔らかくてふわふわした伊勢うどん、伊勢エリアの名物グルメで、一応ですね、鳥羽でも食べれると。やはりこのですね、濃いお醤油の味が美味しかったです。さて、先ほども紹介しましたように、この辺りは、サザエですとか、牡蠣、そういったですね、海産物がよく取れます。鳥羽の駅前にはこういった感じでサザエストリート、この時はですね、全然お店やってなかったんですけれども、サザエの浜焼きですとか、あとはですね、単純に取れたての、牡蠣とかそういったものをですね、そのまま生で購入することができたりとか、そういうお店がたくさんあります。向こうにありますのは三木本真珠島ですね。三木本、有名なですね、真珠ブランドですねの真珠島、あちらではですね、たくさんの、真珠を見ることができるそうですね。さて、あまりお金がない私はですね、とりあえず鳥羽はですね、一応名物スイーツなるものがありまして、それがですね、シェルレーヌというものなんですけれども、それを買うことができるお店、一応ですね、本店ですかね、そちらに行きましてシェルレーヌを購入しました。後ほど食べていこうかなと思います。ぶっちゃけシェルレーヌって他のですね、お土産屋さんとかでも買えるんですけれども、時間はあったのでわざわざ本店に行きました。海が見えるエリアに着いた頃には雨はですね、止んでいました。よかった。こちらが購入したシェルレーヌですね。二重丸がいますね。可愛いので買っちゃいました。フレーバーは塩カラメル、美味しそう。ちなみに裏にはサポーティッドバイポケモン大好きクラブ、割とちゃんとしたやつでした。そりゃそうですかね、ポケモンですから。一応シェルレーヌはこういった形をしておりまして、やはりこの辺り、先ほども説明したようにこういったですね、貝とかがたくさん取れるので、その形をしています。だいたいマドレーヌなんですけれども、単純に味は美味しいです。ちなみにこのパッケージ可愛かったのでお土産としましたね。未だに自宅にあります。もうちょっと時間がありますので、駅前にあります足湯どころで足湯に浸かりまして、旅の疲れを癒します。一応この鳥羽エリア温泉もありますので、先ほど温泉宿と、一応言った通り、こういった感じでですね、手軽に温泉を楽しみました。鳥羽の名前の由来は泊まり湯から来たものでありまして、一応ですね、本日のお湯も鳥羽元浦温泉ですかね、そちらの温泉を使っているそうです。いやー、ロケーションいいですよね。この海、そしてあったかいお湯、心が休まります。噴水を眺めつつ、ぼちぼち鳥羽をですね、出ようかなと思います。さて、向こうにですね、近鉄特急が止まっているのを見て、そしてたくさんミジュマルがいるなぁみたいなことを考えながら、次の目的地二見の浦を目指します。一応ですね、ちょっとネタバレをしておきますと、夫婦岩を見に行こうかなと思ったわけです。一人で行ってるんですけれども、夫婦岩もらってですね、何ですかね、恋愛運向上を狙っていたというわけでしょうか。先に近鉄特急の方が出発、この海賊三重号もですね、時期に出発します。一応この後向かいます二見の浦まではですね、これといって通過駅もなく向かうことになります。二見の浦まではだいたい10分ぐらいでしたかね。こちらのですね、海賊三重号に揺られながら、夫婦岩の方面へと向かうというわけですね。時間的にも夕景なんかも眺めることができるんじゃないでしょうか。そうですね、先ほどこの辺りを通った時に比べて、こう夕方っていうかな、夕焼けの景色にちょっとずつ染まりつつある、そんな感じですよね。しっかりと変化をですね、感じることができました。一応ですね、この辺り、鳥羽から戻っていってるわけなんですけれども、この辺りで本日の青春18切符のですね、料金の元は取れたんじゃなかったかなと思います。さて、二見の浦の駅に到着。
ここからですね、夫婦岩ではなく夫婦岩まで歩きます。一応ですね、お隣は伊勢津ヶ丘、そして伊勢市と至るというわけですね。まあ、結構ですね、伊勢は近いわけです。夫婦岩まではだいたい徒歩15分ぐらいだそうなので、まあとっとと歩いてまいりましょう。こういった感じで駅の前にですね、鳥居が迎えていると、なんかこう特別な場所な感じがしていいですよね。さて、夕焼け、日没も迫っていく中、私はですね、夫婦岩方面まで歩いていきます。もう結構近づいてまいりましたね。道中はこんな感じでたくさんの車が往来している様子を眺めつつ、あと200メートルです。セミはずっと鳴ってますね。もう皆さん元気で何より。そしてですね、歩き始めて、ま、やはり15分ぐらいだったでしょうか、お土産屋さんエリアが見えてきました。まあ、当然もう営業時間終わってるんですけれども、ここまで来ますともう夫婦岩は目前です。夫婦岩表参道ですって。一応ですね、この辺り民宿ですとか、まあ、あとはお宿なんかもですね、並んでいるというわけです。まあこのロケーション、そして景色は素晴らしいですね。それほど観光客も多くもなく、結構穴場感はありますね。まあ穴場ってほどマイナーなスポットではないんですけれども、ただなんか結構ですね、独り占めできてる感はありましたね。逆にちょっと人がいるぐらいが、なんか観光地としてのやはりポジションといいますか、面目はありつつも、やはり素晴らしいところ、そういった感じがします。さて、このですね、夕焼けの景色を眺めながら、そしてですね、この波の音も存分に楽しみつつ、私はですね、時間を潰していきます。いや、こういうなんかゆったりとした時間の使い方、なんか旅行してるなって感じがしていいですよね。刻々と日没が近づいていきます。この二見の裏のエリア、またですね、こういうなんか他のですね、若い観光客のワイワイ喋っている様子っていうかな、そういった音もいいですよね。向こうが西の方角、やはりあちらの方にですね、まあ、当然ではありますが日は沈んでいきます。本日も観光は終わりは近いです。本日もお疲れ様でしたと言わんばかりの日没の景色。まあ、私はまだまだこの後快活クラブに行かなくちゃいけないので、まあ、先はですね、ある程度長いんですけれども、なんか本日のですね、観光これにてなんか一区切りって感じはしましたね。さて、日が沈んでしまうとさすがに夫婦岩は見えなくなってしまうので、さすがに見ます。夫婦岩はお岩と目岩によって構成されておりまして、中心にあります大しめ縄、こちらはですね、なんと650年前にはすでに張られていたそうです。すごい歴史があります。お岩は高さ9メートル、目岩は高さ4メートルだそうです。向こうにもですね、一応参拝するところがございますので、まあ、せっかくなので、まあ一人旅なんですけれども、ここで恋愛運をですね、いただいていこうかなと思います。こういう神聖なスポットが多いのが三重県の特徴なのかなと本日実感いたしました。一応このですね、夫婦岩は日の出の名称として知られているようで、日のいずる時間はですね、この夫婦岩と日の出のですね、重なる光景をですね、まあ、特にハイシーズンなんかは見ることができるそうです。まあ、しっかりと手を清めまして、なんかこの清めるところのなんかカエルさんたち、なんかいいですね。カエルさんたちの口から出てくるたくさんのお水、そしてなぜかカニがいたんですけれども、そんなこちらの手水舎の手水をいただきまして、こちらのですね、二見沖玉神社ですね、こちらを参拝してまいります。もちろんお賽銭は5円、5円があるといいなと思ったわけです。普通1円玉5枚にはしないと思いますけどね。まあ、あの5円玉がちょうどなかったので仕方がありません。こちらが夫婦岩です。多くのですね、夫婦、まあもしくはカップルですかね、がこちらを見に来ていました。
この大しめ縄、すごい歴史があるんですね。まあ、残念ながら日の入りの場合はこのようにですね、この夕日と夫婦岩、まあ、重なることはないんですけれども、まあ、ただやはりそれぞれ綺麗なものなので、まあ存分に楽しもうかなと思った感じです。夕日もですね落ちてしまいまして、刻々と、あ、まだ落ちてはないか、まあ、ただ間もなく日没といったところですね。頑張れば一応こういう感じで一つのですね映像に収めることもできなくはないようですね。こんな感じのアングルです。間もなく日没、夕日もですねもう半分ぐらいは山に隠れてしまいました。今日も旅が終わります。まあ、まだ快活クラブへの移動はありますけれども、今日ももう一日お疲れさん、そういった感じです。日は完全に落ちました。ここからはですねもうあとは刻々と真っ暗になっていくだけです。まあ、ただこのなんか夕日に染まる空をですね、まあ、ずっと見ているのもいいですよね。さてこの鳥居の間から夫婦岩を眺めつつ、まあ、これだけ丁寧に参拝したらまあなんかいいご縁がもたらされるんじゃないかなとか、なんかそんなことを考えながら、これはですね大シャコガイですね、沖縄産の大シャコガイ、でっかい貝殻です。これが一つの貝っていうのが驚きですよね。この中にはですねすごい大きな身も入っていたんでしょうね。まあなんかいきなり黄金伝説のサバイバルとかでなんか見たことありますが、これほどのやつはなかったはずですね。ここにもカニさんがいましたね。やっぱりこの辺り海沿いっていうかもうほぼ海なので、カニさんの生息地としても知られていることでしょう。やはりカニさんはたくさんいますね。カニさんにとっても住処としてちょうどいいところなんですかね。こんな神聖な空間にいるカニさん、もうなんか捕まえたくてもなんかさすがに気が引けてしまいますね。すごいですね、夕日が落ちるともうこんな一気に暗くなるんですね。まあ普段こうやってこう日が落ちてる、そして暗くなるっていうのをですねゆっくりと実感する時間なんてないので、まあ、それほど、まあ、時間がないので、まあ、そういうのを実感できるなかなか面白いスポットです。この夫婦岩、月の出もどうやら綺麗なようですね。10月から12月、まあ要するにですねこの動画をアップする間もなくのタイミングですね。とても夫婦岩と月のこの重なる瞬間が綺麗なシーズンがやってきます。さて、まあ、ぼちぼち出ようとは思うんですけれども、もう一回この海のですね波打ち際を眺めてから駅の方へ戻ろうかなと思ったわけです。もう辺りはですね夕景から夜景へと移り変わっていくような、そんな感じです。まあ、一応このですね夫婦岩の辺り、まあ、先ほども言ったようにホテルもなんかいくつかあるので、そのホテルでの滞在している明かりっていうかな、そういったものも見れました。ファミリーマートで本日の写真の、撮影といいますか現像ですね、そちらも行いまして駅に戻ってきました。さてこの後はですね、まあ、快活クラブに向かうんですけれども、まあ、快活クラブに入ってからすぐにシャワー浴びたいので、こんな感じでも駅の中でアメニティじゃないな、なんていうか洗顔料か、洗顔料とか、あとはですね着替えなど、まあ、要はシャワールームで使いたいものをですねこんな感じでエコバッグにまとめちゃいました。まあ、こういう行動を起こした方がやっぱり快活クラブではスムーズに行動ができますよね。まあはっきり言ってちょっとめんどくさいんですけれども、まあ先回しっていうかなにするよりもこういうことをですね先にやった方がいいわけです。やってきました快速三重号、こちらに乗りまして伊勢津ヶ丘の駅に向かいます。一応本日利用する快活クラブ伊勢店は伊勢津ヶ丘の駅が一番 JR の駅で近いので、まあ、このですね快速三重号、まあ、本日はですね青春18切符を使っているので、まあ、心置きなく JR を利用して、まあ、なるべく快活クラブまで近づいていこうと考えたわけです。一応明日はですね再びこの三宮線に乗りつつ、そしてですね、まあ、本日も乗っていたんですけれども紀勢線、こちらにずっと乗車しまして、
紀伊半島をぐるっと回りながら観光をする予定になっています。まあ、ただ明日の朝は伊勢神宮の内宮の参拝が待っているので、それを楽しみにすることにしましょう。まずはとりあえず快活クラブ伊勢店の最寄り駅、まあ、最寄り言っても2キロぐらい離れてるんですけれども、伊勢塚岡の駅に到着、ここからですね歩いて向かいます。まあ快活クラブっていうのは駅前にいないっていうのがセオリーなので、まああるっちゃあることもあるんですけれども、だいたいそういうのは栄えている都市ですからね。まあ、こういう地方の都市になってくると快活クラブは駅前にないのが常です。頑張って2キロ歩きまして快活クラブに到着いたしました。本日はですねこれにて終了。横断歩道が見つかりません。これもあるあるですね。まあ、頑張って回り道していきました。結構回るのめんどくさかったですね。この時は結構頑張って回りまして、ようやく快活クラブに到着。これでようやく本日の工程は終了です。本日はですねこちらのブースを利用してのんびりしようかなと思います。明日の朝かなり早いんでね。まあ、このようにブースはですね喋ることができませんので、まあ、このような感じで本日もですね、まあ、締めを取っていきます。なんかでもこのブース広かったんですよね。まあ、気のせいかな。さて本日の出費をですねまとめてまいりました。一応出費をまとめたメモがこちらですね。本日の出費はこちら、このようにですね5895円でまとめました。快活の金額はですね予定ですね、あくまでも、まあ、一応予定通りの金額になったので、まあ、一応この5895円でまとめることができました。よかったよかった。明日は伊勢神宮の内宮参拝、そして紀伊半島を回って大阪まで向かいます。よろしくお願いします。